お菓子。あー、ここね。松葉堂。これお菓子。松葉堂かな。いや、松葉堂。松葉堂なの、うん、なんだろう、ジェットウォークって。あ、この会社の名前か。こっちかな。ああ。あるかね。ある。うん、すごい。本当にあるんだ。和菓子の自販機。どうする、うん、春ちゃんどら焼きがあるよ。春ちゃんどら焼き、不満寿、団子もある。すごっ。すごい。しかも自販機限定だよこれ。自販機しか売ってないのこれ。大春大根。あ、これ美味しそうじゃんこれ。焼き大福餅って書いてある。栗きんとん、うん、これなんだろう。メーカーアユ。アユ、うん、なんとなくわかるな、こういうやつ。アユ、アユだね。アユの形して。鬼まんじゅうがある。あ、愛知県名物。すげえ、わらび餅もあるよ。すごいね。どれにする。この俺大春大根がいい。うん、私自販機限定だからこれがいいんだけど、うん、それでも。あとこのアユも買おうか、面白いし。うん、いっぱい買う。くっついてたんだよ。なんだろうこれ。こう冷たい感じを涼感を出してんのかな。うん、はい。じゃあ、はい、1000円、うん、購入します。あれ入った。じゃあお団子、まずこれ、うん、じゃあ4番、うん、あ、小銭出てくるんか。そういうパターンか。あ、ある、出てる、出てる。あ、しかもなんかなんかある。なんだこれ。くずバー2本160円券やった。やった、嬉しい。あ、出てきた。出てきました。はい、続いて。続いて自販機限定のお団子2本入りを買います。150円ね。150円、24時間営業って書いてある。そうなの、自販機だからね。うーん、面白いな。小腹が空いても大丈夫だよ。でも150円入れて、何番だ。3番、これだね。うん、おお、音が静かだよ、ね、すごい静かだね。パカパカ。あとね、この中が冷たいの、ひんやりしてる。本当だ、美味しそう。あ、その剣また出てくんのね。毎回出てくるのか。ランダムに入れますって書いてあるよ。でも2枚もゲットしちゃった。あ、中身が違う。くずバー1本引き換え券になってる。取材記念やったー。1本もらえるってこと。1本もらえるってことだね。すごいラッキーじゃんね。はいはい、はい、あとじゃあアユ。アユ、アユ140円。うん、8番、これ出た。はい、静かだけど出たはず。あ、ある。あれ、なにこれ。え、なんでこのお団子があんの。え、え、あれ。あれ、なにこれ、なんでお団子がまた出てんの。これよ、余分に出たって言わなあかんね、これ。そうね、ちょっと一個後で言いましょう。1個返そう。なんかいっぱいなんか出てる。剣がなんか剣もいっぱい剣もいっぱい出てる。もう1個ね、剣も出てる。うん、ごめん、入っちゃった、はい、ちょっとこれは1個か、はい、ちょっと1個返します。返そうか、はい。なんだろう、こういうこともあるかもしれないですね。うん、はい、さっきの余分に出た団子は返却しました。はい、店主の方も驚いております。まさか2個出ると思わんもんな、ね、プールとかあるよ、すごいね。プールもあるのここ、うん、あっちに児童館があってプラネタリウムがありそうな感じ。スケボー禁止。カキ。よし、いいですね、ここにしようか、はい、はあ、
セミがつくつく胞子が鳴いとるな。つくつく胞子、つくつく胞子。はい、さっき買ったやつ、はい、早高お茶コンビニで買いました。お茶は昼ね、ちゃんと振らないとね。ちゃんとね、よく振ってからって書いてある。英語では書いてない。あ、そうか。じゃあ、はい、好きなの開けよう。いや、私はこれだけど。じゃあ、それ開けてん。本当？うん。じゃあ、すいません、開けますよ。失礼しよう、ちょっと待ってね。ここにね、ちゃんとシールが貼ってくれてあるよ。よし。イエーイ。かわいいね。この手前の。黒糖と、うん。小豆？小豆が美味しそう。ね。いただきましょうか。よいしょ。はい、小豆から。映ってるかな。映ってるよ。はい。ペロ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 。あ、小豆。あ、よかった、大丈夫。手作り。うん。うん。美味しいじゃん。うん。いいよ、食べて。いい？うん。そのパクッといっちゃっていいですか。いいよ。他に何があるの。いただきます。シアンだな。うん、シアンですね。お、うん、もっちゃも団子が美味しいな。うん、団子が美味しい。うん、でね、もちゃもちゃする。で、うん、私、あんも、うん、少ない方が好きなの。うん、ちょうどいい。美味しい。うん。黒糖は？はい、黒糖も食べてみます。ペロロロロロロ。中何が入ってんだろうね。ね、じゃあ行きます。団子だけかな。うん、中何も入ってない。中何も入ってないね。うん、ちょ一回見て。途中だから。うん、中何も入ってないね。うん、うん、お、うん、うん、黒糖のね、ほんのりした甘みが美味しい、うん、こっちは、うん、歯応えがいいね、うん、大春まんじゅう、大春大根、大春大根、うん、です。太鼓、うん、あ、焼いてある。あ、美味しそう。ちょっと見えるかな、焼いてある。この焼き感、うん、焼いてありますね。ね、うん、美味しそう、うん、焼き目が美味しそうだよね。うん、はい、ペロン。これは美味しそう。よいしょ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 。はい、どうぞ。いただきます。ちょぼっとしか食わんな。うん、なんかもうあんこだね。皮が薄い。あ、美味しい。うん、あ、これはいい。うん、うん、粒あんが入ってるね。粒あん好きだから。うん、じゃあ、はい、開けてください。はい、アイはね、なんかあちこちにこの形のやつあるよね。日本では割とポピュラーだよね。ポピュラーでね。うん、海外にもあるのかな。海外になかなかないんじゃない、魚の形って。そっか、日本ではたい焼きが有名だけど、あゆ焼きっていうのも、あゆ焼きというか、あゆだよね。あゆ、あゆ、あゆって感じ。うん、あゆ焼きっていうと普通の本当のあゆを焼いた感じになっちゃう。うん、はい、あゆに見えるかしら。へえ、ビチ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 。反対は？え、反対も、はい、ビチ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 。あれ、普通目が変えてあるのに。そうね、これ目が変えてないね。シンプルですね。うん、うん、ビチ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 、うん、パチャン。あ、分かった分かった。半分に半分にしてみてよ。半分にしてみますか、うん、はい、じゃあ割ってみますよ。あ、餅が入ってんだね。餅、え、半分にするとこんな感じになっちゃうね。牛皮が、牛皮かな。いや、美味しそう。うん、美味しそうだね。うん、いただきます。ピチピチ。うん、うん、あ、これ美味しい。私この牛皮が、うん、好きだから、うん、めちゃくちゃ好き、ね、
中身ね、中身ね、もち、うん、もちっていうか牛皮、うん、牛皮って何なんだろう、牛皮って何なんだろうね、うん、うん、うまい、美味しいよね、うん、これいいね、ちょっと鮎感を出すためにこのね、この水の流れ的なね、うん、お、泳いどる死にたいだよ、これ死んでんじゃん、それじゃあ、うん、セミがつくつく胞子がすごいな、言い始めちゃった、うん、松陽堂、くずば、はい、溶けない、うん、溶けないアイス、うん、ちょっと待ってね、ごめん、よいしょ、はい、溶けないんですよ、お、あ、すごい、一本おまけしてくれてる、シークワーサー、あ、ほんと、うん、3本、うん、3本買ったけど、うん、4本入ってる、4本入ってんね、ちょっと出してくれる、あ、出しましょうか、全部出す、うん、しかもね、ちゃんとね、この保冷剤を入れてくれてあるの、さすがやね、さすがやね、はい、買ったのがこの、抹茶、抹茶、オグラ、オグラって書いてあるね、オグラね、あとティー、紅茶ティー、アフタヌーンティー、アールグレイティー、はい、これがおまけで入れてくれた、シークワーサー、なんだろう、団子を返したらクズバー1本入れてくれた、わらしべ長者、わらしべ長者みたいな、そうね、あ、オッケー、1本80円で安かったね、そうだね、じゃーん、アイスキャンデー風、うん、お、クズで作ってある、クズってなんて言うんだろう、なんて言ったらいいんだろう、クズってないだろうな、外国にないのかな、なんて言ったらいいんだろうね、クズってね、うん、調べときます、うん、これ美味しいのよ、クニャクニャして、うん、うん、お、どう、小豆が、うん、コリコリして美味しい、お、小豆コリコリえ、クズがクニャクニャ、うん、溶けないです、全然溶けない、全然溶けない、手ベトベトになります、手がベトベトにならない、うん、おお凍ってるから、はーい、アールグレイ、アールグレイだよ、うん、いただきます、うん、うんうん、うん、紅茶感いっぱい、ちょっと甘い、ほんのり甘いです、うん、紅茶だね、紅茶でしょう、うん、いいよ食べて、え、いいですか、うん、わ、全然溶けない、うん、おこがりいいの、ベトベトにならない、うん、うん、あ、寒天がまあ違うかも、ゼリーとか、ゼリーだね、雰囲気は、うん、ゼリーに似てる、うん、じゃあ、はい、今回の動画は終わりです、はい、ごちそうさまでした、また何かあったら撮ります、はい、さよなら、さよなら。